フロリダ組曲はフレデリック・ディー・リアスが1887年に作曲した還元楽曲。還元楽のための南国の風景という副題が添えられている。養毛業を営む家系に生まれたディー・リアスは息子をビジネスマンに育て上げようという父の意向により各地へ武者修行に送られたが仕事を投げ出しては音楽に浸っていた。1884年。 最終的に、ディーリアスは、オレンジのプランテーションを学ぶという名目で、アメリカ合衆国、フロリダ州の空のグローブへと赴くことになる。渡米が、本人の意思によるものだったのか、父の命令であったのかは不確かながら、故郷のイギリス、ブラッドフォードから遠く離れた土地での生活は彼に、とって、逃避の意味合いもあったと考えられている。彼はこの地でも仕事をそっちのけにして、 ジャクソンビルのオルガニストに教えをこうなど音楽に没頭していた。彼が過ごしたフロリダのセントジョンズ側の周囲に広がる風景、文化、とりわけアフリカ系アメリカ人の労働者の歌う霊化か,からの影響は大きく、音楽の専門教育を受けるべくライプツヒへ移った後になってフロリダで得た霊感を曲にまとめた。初演は1888年ライプツヒにおいて ハンスジットの指揮で行われた。この時、会場にいたのは二人のノルウェーの作曲家、グリーグとシンディング、そして作曲者の三人のみであり、演奏した楽団員には報酬の代わりにビールが振る舞われたという。この演奏会は、ディーリアスにとって自作の還元楽曲を耳にする初めての機会となった。彼は曲の改訂に取りかかるものの、 出来上がった作品を耳にすることなく、この世を去っている。この曲が再び日の目を浴びたのは、1937年、ロンドンのクイーンズホールにおいて、トーマス・ビーチャムが指揮した演奏会だった。ビーチャムはこの曲を得意としていることで知られており、自筆譜から作成されたシャフを、自らの演奏に用いていた。曲の初版が世に出たのは、1963年のことであり、 1986年には工程版のソー譜が出版された。フロリダ組曲はディーリアス作品でも有名な楽曲の一つである。第一楽章、夜明けの部分の旋律は、後のオペラ、魔法の泉やオペラ、コアンガで引用されており、ラキャリンダという単独曲としても知られていた。また、第三楽章の主題は、弦楽史重奏曲、第2番に用いられている。 約38分フルート3、オーボエに、イングリッシュホルン、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、トライアングル、タンブリン、シンバル、バスドラム、ハープ、弦楽合奏6つの部分からなるが、うち2つが他の部分と連結することにより、実質音楽詳性の作品となっている。各部分の題からもわかるように、 フロリダのある1日を描写したプログラムとなっている。夜明け、踊り、過半にて、夕暮れ、農場のそばで夜に出展。ありがとうございます。